トロキャメルの製造名盤ロンドン地下鉄1973型電車のモノメトロポリタンイコールキャメル客化社会社はかつてイギリスバーミンガムにあった鉄道車両の製造会社である。当初サルトレに後にはオッシュウッドイコールヒースに本社が置かれた。メトロキャメルはイギリス国内及び香港 MTR、急行鉄路、英仏海峡トンネルなどの車両。 マレーシアのマレー鉄道、南アフリカ横断貨物鉄道、マラウイ鉄道、ナイジェリア向き、パキスタン向き、ザンベジ鉄道向き機関車、ジャマイカ国鉄、メキシコ国鉄向けディーゼルカーなどを生産した。20世紀のロンドン地下鉄用電車の過半を製造したことは特筆される。メトロキャメルは、イギリス国鉄のブループルマンも設計、製造している。製造名版メトロキャメルは、 ロンドンに拠点を置くメトロポリタン鉄道車両会社として1837年にロンドンサウザンプトン鉄道向き1838年にロンドンバーミンガム鉄道向き客車を製造していたジョセフライトサンズを引き継ぐ形で1863年に設立された1845年にジョセフライトはバーミンガム郊外のバーミンガムダービー鉄道の路線に隣接する サルトレーニ6エー 6A 間の土地を取得し、客車の製造工場をロンドンからバーミンガムに移転させている。メトロポリタンが製造したマーク4メ型戦車第一次世界大戦中に使用されたもの1902年にメトロポリタン鉄道車両会社は他の4つの会社を吸収し、メトロポリタン合同客貨車会社となった。メトロポリタンは第一次世界大戦中に イギリス陸軍から新型戦車の発注を受け400両のマーク V 戦車と改良型である700両のマーク V 戦車を製造した。マーク V 戦車は第一次世界大戦に投入された戦車の中で最終形態となったものである。1917年にメトロポリタンはビッカースと共にブリティッシュウェスティングハウスの共同経営者となった。1919年に ビッカースはメトロポリタンに出資することで、自身の社名をメトロポリタンイコールビッカースと改めた。1926年にメトロポリタンは社名をメトロポリタン、客貨車有資会社とした。1929年、キャメルレアードの鉄道車両部門と合併してメトロポリタンイコールキャメル客貨車会社を設立、ビッカースとキャメルレアード双方の参加となった。 メトロポリタンイコールキャメルはバスの車体製造をも手掛け、1932年にはウェーマン車体とメトロキャメルウェーマンを設立した。第二次世界大戦中にメトロポリタンイコールキャメルは再び戦車の製造を手掛け、バレンタイン不評戦車マーク A とハリー・ホプキンス系戦車などを製造した。サルトレーの工場は1962年に閉鎖され、1967年に グループの本社機能は、ウォッシュウッド・ヒースに集約された。1989年5月、メトロポリタンイコール・キャメルの鉄道事業は、GEC ・アルストムに売却された。ウォッシュウッド・ヒースの工場は売却後も創業を続けたが、2005年に閉鎖され、ウェストコースト本線近代化計画用車体、軽車式電車の390型が、最後の出場車両となった。 跡地は、HS2 の車両基地の建設用地として、さら地となり、唯一残された工場事務所は、ハッサネットセンターフォーイスラミック・スタディーズという、イスラム施設が使用している。イギリス国鉄156系、機動車スーパースプリンターロンドン地下鉄1973型電車、グラス号地下鉄急行鉄路、メトルキャメル電車。ありがとうございます。